道の駅水辺の佐藤大山は、大分県日田市にある国道212号の道の駅である。JR 九州グループの株式会社、大山夢工房が運営している。かつては株式会社大山夢工房が指定管理者として管理を行っていた。同社は日田市が出資する第三セクターであったが、2016年1月27日、九州旅客鉄道が、 日田市が所有する全株式を取得し、子会社化した。同年10月1日に、日田市は、道の駅水辺の里大山の建物を、大山夢工房に、無償譲渡。本施設は2017年12月4日から2018年3月上旬までの、間、改装のため休業。物販エリアの刷新、レストランの業態変更及び、個室の新設等を行い、 2018年3月10日にリニューアルオープンした。大山夢工房は、この道の駅の運営のほか、梅酒などの製造販売などを行っている。また、近隣に位置する文後大山響の里の指定管理も行っていたが、同施設についてもこの道の駅と同時に無償譲渡を受け、2017年11月1日に奥北温泉、梅響として、 リニューアルオープンしている。ありがとうございます。